我が国領土に対する侵略ということがすでに明らかになっているわけですから、個別的自衛権の発動の要件にすでに合致しております。これ以上韓国側の利することを防ぐためにも、党派を超え我々実際に効力ある活動をすることが今まさに求められております。제2차 세계대전 종전 70년, 한일 국교 정상화 50년을 맞이한 지금, 일본은 전 세계를 상대로 조직적인 역사 왜곡을 시도하고 있다. 그런 가운데 일본 정부에 맞서 독도는 한국 땅이라며 목숨 걸고 양심의 소리를 내는 일본인들이 있다. 일본의 領土やと思ってるもんさ. 일본인의 하트가 있어. 일본의 독도가 日本のもんじゃないというのは勇気がいると思うんだけどね。北斗竹島は韓国領土であるということを確信しております。北斗、これは日本のもんではないです。韓国のもんです。독도영유권을주장하는자국일본을비난하고나선사람들일본인인그들은왜일본의배신자매국노라고낙인찍히면서까지독도를한국땅이라고주장하는걸까? 지난 여름, 제작진은 독도 종합 연구소장을 맡고 있는 호사카 유지 교수로부터 독도가 한국 땅이라고 주장하는 한 일본인의 편지를 소개받았다. 편지를 쓴 주인공에게 직접 이야기를 듣고자 우리는 호사카 교수와 함께 일본으로 향했다. 자신의 신념과 소망을 편지에 담아 전한 사람은 정말 일본인일까? 만약 그가일본인이라면독도가한국땅이라는편지를쓴배경이무엇이며또그가독도를한국땅이라고주장하는근거는무엇일까? A4 용지한장분량의편지독도는역사적정치적인논리에서일본고유의영토가아니다1785년도하야시 CA 에삼국통남도솔이라는일본지도에도독도는한국의영토라고인식되고기록되어있었다이웃우방의신뢰를잃은것이독도를잃은것보다국익측면에서훨씬더큰손실이아닌가생각합니다편지를쓴일본인은독도가일본땅이라는것은견강부회즉이치에맞지않는말을억지로끌어붙여우기는일이라며일본의독도영유권주장을강하게비판하고있다편지를쓴주인공은대체누구일까자신을누구보다도일본을사랑하는평범한일본인이라고소개한이노우에히로키씨편지에적힌주소지를찾아가봤다뜻밖에도그는80세노인이었다사이슈또교사이또가이사독이노공화조약에이쇼니가이스베기다단데소리오아노남북나이센고리오니시테가이사나이트유소노마마그치오누구뜨르뜨르나니혼노부스트로세신이한시마스그는일본의역사교육과정이무엇보다도가장큰문제라고지적하고있다아또그래야고고목교과서였어요일본에서는다이주시온나도김다이일본또세계그런힘나도또뭐각기나든것때이도특히教えないんです。あ、勉強してないわけですよね。ですからね。日露戦争まではかっこいいから教えんです。そう。意図的に教えないんです。そう。安全がいないんです。そうです。회사임원으로일하다정년퇴직한이노우에씨는
지역 향토사 연구회에서 접한 책들을 통해 독도에 대해 처음 알게 됐다. 그는 학교에서 가르쳐주지 않는 독도의 올바른 역사를 일본 젊은 세대들에게 알리는 것이 어른으로서 해야 할 일이라 생각했다. 국민이 사라스 코이와 하즈카시이데스. 시카시 아이테 하즈카시이노 시논데 오쿠타 티우 키모치와 손 우츠쿠시 뭐 하지즈 마 목젠 데스 카라 근데 병기 간 나디 구시이타쿠테 뭐 2-3년 아도 요메 겨년 오토토시노 하나시니 시카 나이다도 또 이우코토데 このまま死んで止まるかっていうふうな気持ちがあったんです。 진정한 애국을 위해 택한 양심 선언. 그러나 그 대가는 너무나 가혹했다. 가족이 기간이 오여서도 토나지 긴장이 매력했어요. 이시오나미라든지 가라스마도 야부터 이거는 일본 모랄이 悪いですか. 저 자신도 그래서 이 지역에서 진실을 알리고자 노력하는 사람은 이노우에 씨 혼자만이 아니었다. 매국노라는 공격을 받고 생명의 위협을 느끼면서도 독도가 한국 땅이라고 말하는 일본인들이 점점 늘어나고 있다. 일본의 역사적 기록에도 독도가 한국 영토임을 인정하는 자료들이 많이 존재하기 때문이다. 그중 하나가 18세기 일본 최고의 지리학자 하야시 시에이가 1785년에 완성한 삼국통남 도서이다. 彼のこの地図は1850年代に日本の公式地図になったんですね。ここにあの例えば朝鮮のものとかね、この中で林氏兵はここに徳島と、その横にあるのが、これが物流と、これが徳島なんですけれども、 それをこの 韓国の黄色い色とですね、同じ色で表示して、宇治流島と徳島が朝鮮のものだということをはっきりさせて、ここにあの例えば朝鮮のものとかね、いうのはちょっと覗かれてるんですけど、1977年 동상과 함께 대중에게 공개된 지도는 원본과 달리 일부분이 생략돼 있었다. 당시 천황으로부터 극찬받으며 1788년부터 1873년 10월까지 85년간 일본 정부가 공식적으로 사용해온 하야시 시에이 지도. 그 자랑스러운 문화유산을 일부러 훼손한 까닭은 무엇일까? この地図ですけども、これは林氏兵が作成した地図です。이 지도에서 조선과 일본 사이의 바다 한가운데 그려진 울릉도와 독도 두 섬은 조선의 소유라고 강조돼 있다. 銅像の下にあった地図と同じ地図なんですけれども、そこにはですね、こういう表示が抜けていました。 物流島と徳島の横に朝鮮の所有というふうに書いてあります。 일본은 이 지도를 만든 하야시 시에이를 칭송하면서도 그의 업적인 지도는 인위적으로 훼손시켰다. 뿐만 아니라 지도의 원본 열람은 현재 누구에게도 허락하지 않고 있다. 일본 고치즈 体制とこう言ってですね 作られたのが 1974年です。 当時は日本では徳島の問題というのは全然大きくなかったので、これを作った会社もですね。 하야시 시에이가 지도를 제작했던 과거.
국경이 명확하지 않았던 고대 사회에서 영토를 구분짓는 기준은 무엇이었을까? 시마네현 마쓰에시에 위치한 시마네 현립 도서관. 이곳엔 당시 가시 거리에 있는 곳까지가 영토라는 한일 양국의 공통된 인식의 근거에 기록된 문서가 있다. 1667년 시마네 현의 지방관리 사이토 호센이 쓴 은주시청 합기. 독도가 언급된 일본의 가장 오래된 문헌으로 한국과 일본 영토의 경계를 분명히 지적하며 언급하고 있다. 울릉도 섬에서 조선을 보니 마치 시마네 현에서 오키섬을 보는 것과 같다. 그러므로 일본의 북서쪽 한계는 오키섬이다. 키노시마가 限界であると. 독도とか 우츠류도와 日本のものではなく韓国のものであるという一つの表現となっているわけです. 독도를 향한 일본의 망언과 도발은 끝도 모르고 폭주하고 있다. 그에 대한 일본인의 반응은 세 가지. 억지 주장과 망언에 현혹돼 독도가 일본 땅이라고 맹목적으로 믿어버리거나, 아니면 한국과 일본이 서로 자기네 땅이라고 주장할 때는 그만한 이유가 있지 않을까 호기심을 가져본다는 것이다. 그렇지 않으면 아예 아무 관심도 안 가져버린다는 것. 일본 가나자와 교회 우루시자키 히데유키 목사는 독도에 대한 의문을 가졌을 때 그는 누구보다 호기심을 갖고 진실을 탐구하는 쪽을 택했다. 그 결과 그는 일본의 독도 영유권 주장이 완전히 허구라는 결정적 증거를 발견하고 세상에 공개했다. 이소타케시마 약도는 그가 발견한 이소타케시마 약도는 1877년 일본 메이지 정부가 독도는 일본과 관계없는 영토, 즉 조선의 영토라고 공표한 태정관 지령문을 뒷받침하는 중요한 자료다. 현재 일본 국립공문서관에 보관 중인 이 태정관 지령문에는 일본 영토와는 관계없다고 언급한 울릉도의 한 섬이라는 문장이 적혀있다. 그런데 바로 이것이 독도이냐 아니냐 하고 그동안 논란이 되어왔었다. 하지만 이제 태정관 지령문 안에 있던 이 독도 지도가 발견됨으로써 울릉도의 한 섬이 곧 독도이며 독도가 곧 조선 영토임을 확실히 알 수 있게 된 것이다. 그리고 この松島に関してはですね、次のページに一島あり松島と呼ぶと、このいわゆる松島独島ですからね、それがここにきちんと示されて、この2つの島は日本領土外である。その時にこの手話記の横にこうして袋が1枚ついていたわけです。 でここに1枚と書いてあります。で、これは何だろうと思って、中を出してみましたらね、この磯竹島略図というこの地図が出てきたわけです。でもその時に私の正直な気持ちは、これについて知らないのは私ぐらいだろうと思ってたんです。ああ、そうだと思いますね。 공문서와 역사 기록물을 보존하고 공개할 의무가 있다고 명시돼 있는 일본 국립공문서관은 이소 다케시마 약도가 세상에 공개된 후 이소 다케시마 약도를 더 이상 일반인들에게 공개하지 않고 있다. 그건 それは自らの政府が、それも中央政府が決定した、これは司令文なんです。ですからその中央政府が 일본 領外であると 決定したものを明らかにしないということは、それはね、すなわちそういう事実を知られたくないという、自分たちにとってそれが不利だという、
こういうですね、あの思いが働いていることは間違いないと思います。うん、公文の表紙ですね。表紙ですね、全体像です。それから한편독도문제에서가장주목할점은1904년러일전쟁중일본이전쟁에서승리하기위하여대한제국의영토였던독도에망루와통신시설을설치하며불법으로독도를침탈한사실이다まあ一つだけ素朴な疑問があったわけです、1905年に編入されますけれどもその1年前にその第一次日韓協約が、その結ばれました、でその時に、当時の朝鮮国の外交権と言われるものを、日本がその言うならば統制し、そして重要なその戦略地点と言われるものを、強制占有することができるその計略が進んでいる中で編入された、その独島が本当に日本固有の領土なんだろうかというこの素朴な疑問があったわけです。그는독도의일본영유권주장을무효화하는근거로1904년러일전쟁을앞두고작성된일본군함리타카호의항해일지를공개했다독도라는명칭을일본인들이직접사용한일본최초의문헌이었음이밝혀졌다日にち的には25日月曜日ですね、これは1904年ですかね、松島において、リアンコルドガン、リアンコルドガン、独特のことですね。リアンコルドガン、実験者より聴取したる情報、リアンコルドガン、肝心これを独特と書し、この独特と書しというね、この独特という言葉が、はっきりと出てくるということですね。で、この25日というのは1905年、일본시마네현이독도가이름도없고주인이없는섬이라일본영토로편입시켰다는주장을담아발표한시마네현고시40호가거짓임을밝히는중요한문서다그러니까1904년9월에독도という名前はすでに確定されていたということを表す資料日本領有を主張する方の中にはですよこの1905年以前はですよ、この韓国の人は独特というふうにそういうふうにその呼んでいたことはないんだとそうですね、そういうふうにやっぱり言ってる人おられますよね、でこれはそれを覆すということにおいてはねやっぱ意味があるんじゃないかと思いました、またあのこれはですね1950年以降にサンフランシスコ条約の問題があるんですけど、その時あの日本人がアメリカ側にですね、いわゆるこの島は韓国の名前はないとずっと主張していたんですね。でもだからあの日本の名前竹島しかないから、だから日本のものなんだと、そういう言い方をしてます。それはアメリカはまた受け入れちゃうんですね。だから。あのそれはこの文書によって確実に日本が嘘を言っていたということが明らかにされると思いますね。곳곳에서독도가한국땅이란근거가속속히나오고일본의주장은거짓임이만천하에밝혀지고있지만일본은자신들이만든거짓말에대한어떠한책임도지지않고있다もしこれを日本領海であると知らがら日本のものであるということになればそれは同じ日本の国民を欺いたということになってしまう。そういう重大な問題が出てまいりますね、これは。2013年12월、일본사회が법률안하나로들썩였다。자국의이익을침해하는정보들을비밀로지정하려는특정비밀보호법안때문이다。日本との情報共有は、情報が各国において保全されることを前提に行われていることに、今日11月26日という日は巨大与党の暴走が始まった日として記憶されなければいけない。慣れちゃない。
앞으로 일본은 양심적인 세력이 폭로하는 문제 제기를 자국의 이익을 침해하는 행위로 간주하고 처벌하는 일까지 가능하게 만들었다. 昨年2013年の12月に日本の自民党は他の党の反対を押し切って秘密保護法という法律をいわゆる強行採決したんですね。韓国語ではナルチギトンガとこう言いますけども強行採決しました。この目的はですね、秘密保護法によっていわゆる日本政府が外部に出したくない公文書などがさまざまな文書を秘密文書として永久にいわゆる隠蔽するところに目的があるんですね。사실2013년비밀보호법제정이전에는자신들에게유리한정보를공개하고불리한내용들은철저히은폐해왔던일본때문에2013년12월일본의특정비밀보호법이국회를통과했을때누구보다이문제를걱정하는이들이있었다2005년에결성된1965년한일회담문서전면공개를요구하는모임한국은이미공개한한일회담내용을가지고일본정부만이문서에검은색을칠해가며감추려하고있기때문이다これが韓国で2005年に開発された文書です。この中に日本側から手渡されたメモについての資料があるんですが、竹島についてはこのような形で開示をされています。2008年に日本で開示された文書で同じ記述があるんですが、このように、黒く塗られていると。일본이독도에대한주장을포기했다는내용이담겼기때문이다영토분쟁에관한국제사법재판소의선례를보면최소한 2, 3년이상시간이소요가되므로독도에관한재소와판결이내려지는것도상당기간경과한후가될것이기에국민의감정을자극하지는않을것이다조약체결당시일본이독도문제를국제사법재판소에제소할것을주장했다가한국이반대하자더이상요구하지않았다그러므로일본의요구는한일기본조약체결과함께완전히소멸되었다요시자와교수는또다른재판을진행하며입수한일본의극비문서하나를보여주겠다고했다한일국교정상화교섭을앞둔일본이양국의현안특히독도에대해검토하고작성한내부극비보고서였다これは56年かな、の資料なんですけど、でこれは日本のその、まあ、いわゆる内部文書ですね、でなんですの極秘っていう、そうですね、極秘になってますね、はい、でそれでもう竹島について書かれた、そうですね、ことなんですがでまあ、これちょうどそのこの時期その日本と韓国がいろいろその竹島の領有権主張をめぐってこう書簡のやり取りなどもしていた時期ですね、독도에많았던강치의수가줄어들어지금은경제적으로이익이없을것으로보인다가려졌다공개된부분에는일본이독도에더이상관심이없다고표현돼있다裁判した後にその外務省が開示してきたものを見るとこういうことが書いてあるんですね、行われたがアシカの数が減少した現在経済的にはあまり大きな意義を有しないと見られるとなるほど、この部分なんですね、だからまあ外務省は当初はこれが国益を損ねるというかまあやはりこう竹島の経済的な価値を低く評価していると。だからこの時日本が価値がないというふうに言ってたというのは譲ったと
いいように解釈されるので、多分そういう理由で多分あの消したんじゃないかなというふうに思いますね。2006년부터 2014년까지 총 3차례 유시자와 교수 등은 일본 정부를 상대로 문서 공개 소송을 진행하여 1심 재판에서는 승소도 했지만 재심에서 패하여 독도가 언급된 많은 문서들이 아직 먹칠해서 공개하거나 끝내 공개를 거부하고 있다. 재판부는 일본에게 불리하게 작용할 가능성이 있는 모든 문서들의 비공개가 정당하다며 정부의 손을 들어줬다. 사이방오 통해 두 가지 성과가 있었다고 생각합니다. 하나는 개시 결정을 하지 않는 것이 위법이다. 판결을 勝ち取ったことですね。 2011년だったかな? その東京地裁の判決で、原則 30年経った外交文書は開示すべきで、もし不開示にするなら、やはりその説得的な理由を、公の方がね、その公文書を管理する側が示さなきゃいけない。それをその、それは 불리하면 자기들 멋대로 감추고 자신들의 이익에 맞게 역사를 각색해온 일본. これはどういう話なのか。これはキムジョンピル氏がラスク国務長官に説明した内容ですね。それはキムジョンピル氏が当時の池田総理に 国際司法裁判所に特許の問題を提訴するしか道はないのかと尋ねたところ、池田総理はそうではなくて、特許の問題に皆が、多くの人が関心がなくなるまで、特許は、特許に関しては何もしないで、そっとそのまま現状維持にするのがいいのではないかと。 そういう話をしたということです。これは解説をすれば日本が実質的には特許を諦めるという話になるわけです。いわゆるそーっとしておいて関心がなくなって特許問題が自然に解決される。それは韓国のものとしてですね、そのようにしようじゃないかということを池田総理は言ったと。 この文章はそう言ってるんですね。ですからこれはキム・ジョンピル氏がラスク国務長官に報告した内容ですけども、日本にとってはこれが事実である、ために非常に不利な内容なので、このように墨で塗ってしまったというふうに解釈できるわけです。 역사적 진실은 결코 인위적인 방법으로 가리려 해도 가려질 수가 없다. 변하게 하려 해도 변해주지 않는다. 언젠가는 반드시 드러나게 되어 있는 것이 역사적 진실이다. 1965년 한일회담 이후 50년이 지난 지금, 한일 관계는 돌파구조차 보이지 않는 최악의 상태다. 그런 가운데 일본 내에서 일본의 우익이 자신들의 세력 확장을 위해 영토 문제를 이용하고 있다는 비판의 소리가 나왔다. 전 일본 외무성 국제정보국장 마고사키 우케루가 쏟아낸 말이다. 그는 그의 저서와 TV 토론, SNS 등에서 동북아 평화를 위해 일본이 독도 등 영토에 대한 욕심을 버려야 한다고 주장하는 인물이다. 일본 기본적으로는 領土問題は どのような国際約束をしてきたかっていうことが非常に重要なんですね. で、その中で 日本はいろんな約束をしてるんですけれども、一つは独立の時のサンフランシスコ条約、もう一つは 1945年8月15日に日本が受諾した
ポツダム宣言なんですね。でこのポツダム宣言で言われているのは、日本の主権は本州、四国、九州、北海道とする、その他の島々は連合国が決めるものに極限するということを言ってるんですね。 ですから基本的に、北方領土、竹島尖閣、今国際的に問題になっているものは日本の固有の領土であるということを言うということはちょっと無理なんだろうと私は思います。샌프란시스코평화조약과포츠담선언그것을이행하겠다고약속한일본의항복문서그리고한국의반환할영토를명시하고지도에표기한연합국최고사령부지령스케핀677호등에서독도를명백한한국영토로하고있다독도가한국영토라는것을세계가인정했다는것이다私は一番重要なのはやっぱり日本の国民が歴史をしっかり勉強するという必要があると思ってるんですね。하지만지난2006년일본은교육기본법에애국심을고취하는조항을넣어교과서를자국에유리한방향으로재집필하도록했다그결과이제내년부터일본초등학교교과서까지독도를한국이불법점령하고있다고가르칠예정이며교과서뿐아니라독도관련참고서적대부분이이처럼모두왜곡되어가고있다ここにはですね、大体30冊ぐらいの독도、竹島に関する本がこのように出ていますね。그런가운데この本はですね、図説竹島독도問題の解決とこういう本なんですが、著者は久保井紀夫さんですね。で彼は日本人ですけども、독도が韓国のものであるということをですね、主張していて、また展示会も行う予定でいるみたいで、非常にさまざまな資料をこのように독도が韓国のものであるという資料を公にしているそういう日本人ですね。이책은독도가한국땅이라주장하는소수의일본교사들이학교에서부교재로쓰고있다공개적으로독도가한국영토임을증명한일본인자국에불리한증언을했다는이유로그는일본우익들로부터엄청난공격을받고있다때문에그와의만남은쉽지않았다수차례의연락끝에마침내지난10월오사카에서열리고있는독도는한국영토사료전에서그를만날수있었다전시되는사료들가운데눈에띄는것은19세기에일본인들이만든지도와이것을참고한영국프랑스등서양의지도들이지도들은한결같이독도를한국땅으로표시하고있다독도竹島は韓国領土であるということを確信しております。したがって私の場合はこのことが正しい歴史認識ならば必ず分かるということで진실의증거중하나로그는1894년세계일주중일본에머물다조선을찾은헤세바르테크의기록을소개한다これが1900年より前1894年時点にドイツ人のヘッセが持ち込んだ写真 で大事なのはあそこにギャンクルロックという言葉があるロックとそれからトクト発音が全く同じ石島ということですもちろん地図の中で韓国の領土になっている南側に書かれているんですもちろん地図の中で韓国の領土になっている南側に書かれているんです大日本海は太平洋側
あの地図も高麗シート。전시한사료들의대부분은일본정부의지시로제작된것들역설적이게도독도가일본영토라는주장은그들의역사자료를통해황당한망언임이입증됐다그들의역사어디에서도일본이독도를영유했다는근거는없었다日本人の多くの人が歴史勉強してないね若い人は特にだから日本のもんだってこう思いたがるけど私もこれ勉強するまでは全然分かってなかったよ日本の領土やと思ってるもんそれ日本人のハートあるから人前で日本の国内で独島が日本のもんじゃないというのは勇気がいると思うんやけどね、はい、でもまあ歴史は歴史でしっかりとやっぱり日本人も勉強せないかんじゃないかな진실을말하는것이거짓말하는것보다더고통스럽게된요즘한국인도아닌일본인교수가우리고유의영토인독도의진실을알리기에누구보다도먼저앞장선까닭은무엇일까이야기는구보이교수가대학강단에서기전오사카공립학교에서역사교사를하던때로거슬러올라간다そこに必ずね、在日の高齢、在日韓国人がいるんですよ。で、その子供たちが、ほぼ、ほとんど、日本名を名乗ってね、自分が韓国人出身であることを隠してるんですね。なぜか、韓国人であるということがバレると、今度は日本人から阻害されると、そのように思ってる子供たちが多いんですよ。で、実際に、民族差別もあります。そういう中でいじめを受ける恐れがあるということで、自分は日本人だというようなふりをしてるんですね。で、これでは自分自身の民族の誇り、人間としてのね、誇り、それを失ってしまったのでは、教師として何を教えてるのかということを考えました。で、そういう意味で私は在日の韓国人の子どもたちに、ぜひ人間の誇りを取り戻してほしいと。で、君たちが恐れているのは、実は日本人が恐れなければいけない日本人が反省しなければいけない問題だとこのことをはっきりいじめようとする民族差別を持つ日本人にもまたいじめられる韓国人の者にも正しい歴史を知らすことが一番大事だというふうにまあ教師として歴史を研究する者としてですねはっきりと自覚したんです역사왜곡의결과제1한국인을향한공개적증오발언과차별은오늘도계속되고있다그래서무엇보다올바른역사교육이너무나시급했지만불행하게도교사들은아이들에게진짜역사를말해줄수없었다それから現在のようにこの韓国のものだと言えば非国民という形で攻撃してるんですね竹島問題の場合は今度は売国奴とやられるんですよ。で、それを大学に攻撃していくんですよ。そういう教師に、変更教師に大学の教師をやらせるのかと。だからほとんどね、きっちり発言している先生は全部退職してから。구보이교수는고지도수집가로도유명하다。그가30여년간수집한전세계의지도들중에는독도가한국영토임을증명하는자료들이많이있다そういうことで全部出したわけですね。だから私の場合はもう元から地図は歴史家として大事だと思ってるからね。地図を見たら一目瞭然でそれが書かれてるわけです。どちらの領土か。安政2年7月1855年。で、高橋景康。あ、絵を描いた、地図を描いた。描いた人。これは日本の歴史上で最高のレベルの人、幕府天文学の責任者。だからこれが一番トップです。구보이교수는사비를털고발품을팔아전세계경매사이트와수집가들을찾아다녔다
그가 수십 년의 노력으로 수집한 일본과 세계의 고지도와 사료들은 일관되게 독도를 조선의 영토로 표기하고 있다. そういう意味でこの原本は非常に大切だ。しかも日本にあることで日本側の資料にそれが示されている。これがね、韓国側が示したらどう言われると思いますか？韓国に有利なように作ったのを出してきたんだろうと、こう言われるわけですよ。ところが韓国に有利な資料が日本にあることが値打ちになる。日本側もはっきりと韓国の領土だと証明してるじゃないか。その資料がここにある。だから何も捏造する必要はないと。歴史の真実だ。こう言える。조작、왜곡된정보의홍수속에서감춰진진실을찾아고군분투하는구보이교수어딸이야니 늦은밤그는그와뜻을함께하는동료들을만나기위해오사카시내로향했다진실과정의가살아있는아름다운일본이되기위해서는무엇보다올바른역사의식을가져야한다고한목소리로외치고있는이름하여독도의날을다시생각하는모임이다구보이교수를중심으로일본의잘못된역사의식을규탄하고바른진실을알리고자만든이모임은회원들의작은용돈을모아서운영되고있다아우르ような교육を政府がやろうとしているでそういうような意味で言うならばこの島根県はこういうものを出しておるし外務省これを出してますねでこういうものに対抗してやはり真実はこれだというものをこの10月の独島の月、独島の日を期してやはり全体として発信をしたいこういうことで一つ計画を相談をしていただけたらありがたいと思うんですね불과20년전까지만해도일본국민중독도를아는사람은거의없었다하지만일본정부의끊임없는선전의결과현재다수의일본인들은독도를한국이무단점유하고있는일본고유의영토로믿고있다특히네외무省および竹島はこの日本海海戦のために竹島を分取ったというね、ここのところが全部隠してるんです。で、小中学校や高等学校の指導書、指導資料にも隠してるんですね。で、これはぜひともですね、我々は、訴えなきゃいけない。これは事実なんだから。역사적사실대신、한국에대한적개심을가르치는현재일본의역사교과서일본의주요언론들도아베정권의정치적이념적편향성이담긴역사교육을비판하고나섰다구보이교수역시일본의잘못된역사인식을바로잡아야한다고거듭강조했다일본은이만있다니교과서だけにそれを一方的に書いてその理由を述べてくださいこれは政府の役目です。しかし、やらない限りは我々から立ち上がっていこう。平和統一の方はやってきた。で、あそこはかなり人数を集めてきた。じゃあ、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。일본은독도가주인없는땅이라고주장했는데그렇다면일본이주장하는고유영토로는성립될수가없습니다일본이독도가한국에매우중요하다는것과현재실효지배를하고있다는것을인정하는것이독도문제해결책이라고생각합니다1904년한일의정서를통해사실상대한제국의외교권을빼앗은뒤의독도편입은정당성이결여됐습니다국제법적으로봐도한국의일제강점기공백기간이있었지만여건이갖춰졌을때는독도를방치한일이없었습니다
반성은커녕 침략을 미화하고 끊임없이 독도 도발을 일삼는 일본. 하지만 야마베 겐타로, 가즈무라 히데키, 나이토 세이추, 와다 하루키를 비롯한 학자들은 일본 정부의 독도 영유권 주장을 비판하고 있다. 독도가 한국 땅이라는 양심 선언은 일반인들 사이에서도 퍼져나가고 있다. 히로시마에서 결성된 시민단체가 그중 하나. 독도 전문가 호사카 교수의 방문을 반기며 궁금했던 독도 이야기를 쏟아냈다. 力すれば無人島で単なる本当岩みたいなところだけど、その小さいが故により、シンボルになってたわけですよね。だから日本の死んだというものはなければ、北斗自体は単なる小さな島で終わっちゃうんですよ。誰も関心を持たないと。だからやっぱ本質はね、先ほども言いましたけど、植民地支配の問題だと。これに対する無反省が続く限り、これね、独島は韓国の戦いの象徴にね、なってるんだと思うんです。 独島を守ることによって初めて日本から独立するのではないかと。なぜならば最初のいわゆる日本の帝国主義の侵奪は独島から始まったから。だから独島を完璧に韓国のものにしない限り、いわゆる日本側がこちらを見る見方もまだまだ植民地として軽蔑した見方を持っているため。だから韓国の独立の象徴が独島であると。北斗まで行って、 평범한 직장인과 주부들로 구성된 시민단체. 이들은 독도에 대한 공부를 하면 할수록 한국 땅이란 확신을 가졌다. 전쟁의 참담함과 평화의 소중함을 동시에 보여주는 곳. 히로시마 평화기념공원. 이곳에 회원들 중 특히 열심인 주부 메구미 씨가 몇몇 회원들과 모였다. 한류 팬이었던 그녀는 한국의 역사와 문화를 공부하며 독도를 처음 알게 됐다. 메구미 씨는 일본 어디에서도 가르쳐주지 않았던 독도의 올바른 역사를 다른 일본 사람들과 공유하고 싶었다. 今日は平和公園で 坪津島と北斗に関係するものをことを知ってもらおうと日本の人に、チラシを配布しています。実のところ歴史問題だと思っているので、独島は韓国の領土だと思っています。すいません、ちょっとインタビューに答えていただけないですか。仲間なんです。存じかどうかっていう。日本の方じゃないですか。はい。 問題とか、ご関心とかありますか。日本のもんでしょ。はい、そうそうそう。日本のものよ。日本のもの。勝手に韓国が侵略してるだけよ。そう、あ、そう思われてます。そう思われてますか。わかりました。一応ちょっとこういうご意見の方もいらっしゃるということで読んでみて。わかりました。興味を持ったのはやっぱりここ数年で、その日本のメディアがいろいろ騒ぎ始めたっていうのが きっかけです。結構難しい問題なんですよ、これはね。私の個人の意見として歴史的に見てこれは多分韓国の領土と言えるだろうということは言えると思うんですけれども、私のことについていろいろと、ネット上で書かれて、で、まあ、名前だけしか出、名前と住んでるとこしか出てなかったんですけど、まあ、私の家を襲撃するだとか、家族に関しての脅迫は受けたりはしました。 한국인도 아니고 누가 강요한 것도 아닌데 일본인인 그들은 왜 독도가 한국 땅이란 진실에 목숨을 걸었을까?
대답은 의외로 간단했다. 私が一番重要なのはやっぱり日本の国民が歴史をしっかり勉強するという必要があると思ってるんですね。でもまあ歴史は歴史でしっかりとやっぱり日本人も勉強せないかんじゃないかな。ぜひとも公開でですね、日本で外国、そして韓国、あるいは国際的にシンポジウムを展開してます。그들은입을모아말한다독도가한국영토라는사실이명백한사실이라고그리고진실을알게된이상양심을속일수없다고진실을바탕으로한양심이야말로진정한일본의국익임을외치는일본인들지금이순간에도그들은일본정부가외면하고감추려는사실을파헤치며독도문제의진실편에서서싸우고있다まあ、いつになるかわからないし自分が生きてる間に起きることかはわからないけど、韓国領であるその独島にいつかは行ってみたいで行く時には、まあ、私が自分で作ってるものを全部身につけて、手ぐきを背に行きたいなと思ってます폭력과협박에도목숨을걸고독도가한국땅이라주장하는일본인들이있다왜곡된역사를홍보하여독도에대한부당한영유권을주장하는것은바로자국민을속이고독도가일본땅이아니라했던일본인조상들의역사적진실마저부정하는것이다이제일본이진정으로미래지향적인한일관계를원한다면독도에대한부당한주장을그만두고역사적진실을외면하지않는담대한용기와양심을보여야한다